バレンタイン、クリスハース&潜在ドリコレ、ゲルトカイザーの数値チェック。はい、トーマです。こんばんは。それでは早速クリスチャンセンから見ていきましょう。クリスチャンセン、フォワード、技の選手ですね。そしてなんとメイン技、クイックフェイントドリブルっていうことで、まあ、S 技ですね。テクニックドリブルからだいぶ威力が強化されたドリブル技っていうのがメイン技で実装されました。まあ、これはドリコレの方にね、移植する用とかでも結構いいんじゃないかなというふうには思います。そして弾丸シュートの S ということで、まあ、シュート技もね、ここで実装されてきました。シュート自体は、まあ、弾丸シュートなんでね、ちょっと威力弱いんですけど、まあこの後見ていく特技とかもろもろ含めて、シュート技っていうのもね、このキャラに関しては結構使えてくるのかなというような感じです。であとは素早いパスカットの A と極悪2トップの A と、この極悪2トップの A とかも結構使えるんじゃないかなと思います。まあ移植していくとですね。はい、特技スタミナキラーの A、 マッチアップ時に相手のスタミナ消費量がプラス 30% ということで、これ非常に大きいですね。フォワードで、こんなのついてたらもう相当ディフェンダースカスカになっちゃうなというような感じです。で、まあゴールキーパーとかにね、もうかかってくるので、 Z 林の、対策とかっていうところで関しても、入んないんだけどシュートとりあえず打つみたいな感じで、クリスチャンセン、このクリスチャンセン使えそうだなというようなとこですかね。で、超団結、技海外5人以上の 20%、はい、で絆、ね、ハースがいると全員のパラメータ 2%、 そして技属性の選手が3人以上いると全員のパラメータ 1% ということで、まあ、これ 3% なんで、そこそこの絆なんじゃないかなと思います。でプレッシャー、マッチアップで勝利すると相手は次のコマンド選択時にパラメータマイナス 10% ゴールキーパーを除くと。まあ、このプレッシャーもね、ディフェンダーに対して、ね、かけていったりすると非常に有利に運べるんじゃないかなと思います。火事場の一撃、スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする、最大 25%。 火事場の一撃ついてて上がり幅大きいんですけども、まあ、もう見てもらってわかると思うんですが、渾身がないんですね。渾身じゃない、間違えた、根性がないんですよね。なのでこの最大 25% 乗っけることっていうのが現実的には、ちょっと全力使わないとできないのかなというような感じです。デコボコ耐性、デコボコの効果を受けないというとこなんで、まあ、どこかの強襲ステージ、まあ、高難度強襲とかでも使えそうなキャラクターなんじゃないかなというふうに思います。はい、続きまして、褒め効果、オフェンス 10% で、チムスキ60のバフ 20% で見ていきます。スタミナが1057、ドリブルとシュートに限突するような形でちょっと見ていければなと思ってます。まあ、結構ね、カジバが乗れば強力な選手なんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱり根性がない分ね、カジバが乗せづらいっていうのが問題かなというとこです。でまずは初撃においては2万7000のドリブル値、そしてシュートが2万5000でパスが2万2000、タックル1万8000、パスカット1万7000ということで、まあスタミナ満タンだとそんなに高いステータスではないかなというような感じです。で一応必殺技 25% の威力が、まあ、補正した値ですね。そうするとドリブルが3万3000でシュートが3万2000でパスが2万8000っていうところまで来るので、まあ、ここまで乗れば確かに数値的にはいいんですけど、やっぱり根性がないからね、その火事場乗せきれないよというような感じのことが起きるかなと思います。まあ、なので現実的には半分ぐらいの 12% ぐらい、まあ、この辺がの、まあ、現実的に乗ってくる値にはなってくるかなというような感じです。でそうするとドリブルが3万でシュートが2万8000でパスが2万5000というところなので、まあ、ちょっと、まあ、数値的には厳しめの選手かなと。まあ、特技とかね、潜在スキルっていうところはそこそこ、まあ、優秀なんですけど、数値的にはちょっとドリコレにはだいぶ劣るんじゃないかなというふうに思います。実際にですけども、ドリコレの、クリスチャンセン、こちらと比較していってみたいなと思います。まあ、どれぐらい差があるかっていうとこですよね。で、まあ、パスもドリブルも結構違ってくるかなと思います。まずドリブル見ていきましょう。はい、ドリブルに関しては火事場 25% が乗れば今回のクリスチャンセン非常に高くなってます。はい、まあ、ただね、いやまあ先ほど言いましたけども、 25% でなかなか乗せきれないってところを考えると、最初のところですね、ディフェンスキラー 20% 乗った時のクリスチャンセンよりも、初撃の今回の新クリスチャンセンは下に来てるというところですね。
まあ、スタミナキラー 30% を考えると、まあ、ちょっとステータスが低かったとしても相手を削るよっていうのでね、どんどん突っ込ましていくっていうのは一つありかもしれないですけどね。ではシュート見ていきましょう。シュートに関しても 25% まで乗れば今回のクリスチャンセンが一番上に来てます。でその次に、DF キラー 20% が乗った時のクリスチャンセン。なのでこっちのクリスチャンセン、ドリコレの方に、まあ、弾丸シュート移植してもそんなに使い道は今回はないのかなという感じですね。なのでシュート技つけるとしたら、スタミナキラーの方かなという感じです。でパスに関してはカジバ 25% 乗ったとしてもディフェンスキラー 20% が乗ってる、ドリコレの方には数値を及びませんよという感じにはなってます。まあ、なので、まあ、やっぱり今回のスタミナキラーのやつは根性さえあれば、まあ、かなり強かったんじゃないかなというふうには思うんですけども、まあ、ちょっと若干気利かしたのか分かんないですけども、まあ、ちょっと下げてきたなというところです。まあ、ただやっぱりスタミナキラーはめちゃくちゃ強力だと思いますので、シュート打ててドリブルできて、DF も削れるし、キーパーも削れるというところの選手なので、まあ、あとは絆が 3% 乗るってところも考えると、絆要因として入れつつも相手のディフェンスとキーパーをね、こうかき乱していくと、まあ、いったようなキャラクターとしても使えるのかなというところです。まあ、結果的にはどうなんでしょうね。まあ、ドリブル技をドリコレに移植するっていうのが、まあ、一番ベターかなとは思いますけども、まあZ 林、まあ、どのみち Z 林ね、ハースにしっかりクリスチャンセンからパス送ることができれば、抜けてくるは抜けてくると思いますんで、まあ、そう考えるとこのクリスチャンセンの突破力っていうところを、まあ、より高めてあげるっていう方が、まあ、無難なのかなというような印象ですかね、自分としては。では続きましてハース見ていきましょう。今回のハースは力属性のフォワードで、メイン技にですね、ヒールハンマーショットの S、シュートで475威力がついてます。地上シュートですね、こちらが実装されました。で、フェイントドリブルの S も実装されております。クラブ選手キラーの A、クラブ選手に対してパラメータープラス 15%、超団結、力界外5人以上の 20%、絆、クリスチャンセンがいると全員のパラメータ 2%、力属性の選手が3人以上いると全員のパラメータ 1% ということで、まあ、合計 3%、まあ、非常に優秀な絆なんじゃないかなと思います。で封印無効化、自分にかかる必殺技封印を2つまで無効化する、渾身の一撃、スタミナが多いほど必殺技威力がアップする最大 20%、まあ、封印無効化2つっていうところで、あとはデコボコ耐性か、デコボコ耐性があるっていうところで、またこれ強襲で使えそうなキャラクター、まあ、あとは渾身ついてるんでね、ハースに関しては単純にこのキャラ単品でも使えそうな雰囲気がなんとなく出てます。フォメ効果オフェンス 10%、 チムスキ60のバフ20、スタミナ1074、ドリブルとシュートに減突した値で見ていきたいなと思います。まあ、渾身はねやっぱり非常に優秀な特技というか、まあ、潜在スキルとかにはなってくるんで、まあ、衝撃からしっかり乗ってくるというところがありますね。はい、見ていきましょう。まあ、クラブ選手キラー 15% が乗った時、はい、ドリブル 25,600、 シュートが 29,000、でパスが 22,000 という値になってます。まあ、ただここから渾身 20% が乗って、地上シュートにおいてはクラブ選手キラーが発動すれば 165,000 といったような値ぐらいまで出てきます。でさらに高浮き、まあ、480のですね、ハースの高浮きを移植しましたと仮定して、渾身 20% が乗れば、なんと 208,000 というところの値まで出てきます。なので衝撃においてはドリコレ超えと言ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ力属性っていうところと、まあ、クラブ選手キラーなんで Z 林とかにはね効くんですけども、まあ、ちょっとね属性の不利とかも出てきちゃって厳しめの値なんじゃないかなというふうには思います。なのでドリコレの方が抜きやすいは抜きやすいのかなというような印象ですね。であとはヘルナンデス君のフェス、ヘルナンデス君の値も超えてるので、フェスはこっちの方が抜きやすいんじゃないかなと思います。属性の有利不利がないですから。でドリコレのハースよりも衝撃が超えてるというところで、衝撃においてはフェス、ヘルナンデス抜けるんじゃないですかね多分。ではちょっと比較していきたいなと思います。
ドリコレのハースと比較していきますね。はい、見ていきましょう。まずドリブルの値見ていきます。ドリブルは渾身 20% クラブ 15% が乗った時の新ハース、まあ、これが上に来てますね。クラブキラーだけ乗った場合でも上に来てます。まあ、それだけドリコレのハースっていうのはドリブル技が弱いというようなことですね。はい、続きまして地上シュート見ておきましょう。地上シュートもクラブ 15% と渾身 20% が乗った、新ハースの方が高いくはなってます。でさらにクラブキラーだけだった場合でも、ドリコレハースよりも高くなってるので、地上シュートを打つにしても今回の新ハースの方が上というようなことは言えますね。で高浮きなんですけども、はい、見ていただくと分かりますね。クラブ 15% と渾身 20% つまり初撃ですね。初撃においてはドリコレのハースも超えた値になってますというところです。うん、まあ、なのでやっぱり渾身 20% がねしっかり乗った状態であればドリコレ超えということですね。まあ、ただドリコレに関してはやっぱり何回でもその値出てくるっていうところがありますんで、最初だけしかねこの数値出てこない今回の新ハースと比べるとドリコレの方が使い勝手はいいかなっていうところと、あとは Z 林に対して技属性っていうところで、その、まあ、結局属性有利も加味すると、まあ、このぐらいの値の差であればね、ドリコレハースの方が抜きやすいんじゃないかなというような印象です。で最後にパス、簡単に見ておきますけど、パスに関しても今回のハースの方が優秀ということなんで、まあ、一応渾身 20% も含めて、まあ、今回の新ハースはドリコレよりもオフェンス値っていうのはね基本的には上には来てるというところなんですけど、うん、まあ、あとは自分のデッキに合わせてっていうところはもちろんありますけどもね。はい、まあ、今回の新ハースの技っていうのを、ドリコレに移植したとしても地上シュートはねよっぽど入んないのかなというような感じなので、まあフェイントドリブルであったりとか、まあ、つけたとしてもですけどね、抜けないでしょうし、ドリブルがかなり低いですから、だから極悪2トップワンチャン極悪、まあ、パスも低いんですけどね、どうだろう、まあ、その辺やっぱり、うん、まあドリコレハースに関してはやっぱり高浮きのシュートしか打てないっていうことを考えると、そこまで技移植のメリットもないかもしれないですね、パッと見た感じ。はい、まあだからここはもう何でしょうね、別々のハースとして、はい、まあとりあえず、まあ、手に入れたとしたら別々のハースとして、まあ、どっちの方が自分のデッキに合うのかなっていう形で使っていってもいいのかもしれないなというような感じです。ではこれで最後ですけど、ゲルトカイザーに潜在来ましたので見ていきましょう。特技サイドマスターの S、 サイドライン付近でパラメータ 30%、 まあここは変わらずですかね。超団結即海外5人以上の 17%、 まあドリコレとか 20% とかにしてくれてもいいんじゃないかなとは思うんですけどね、 17% ということでした。で絆、力属性の海外選手が3人以上いると全員のパラメータ 2%、そしてオランダ選手がちょうど3人いると味方の自動パスカット時 10% の確率で必殺技が発動すると。なのでクリスマン、クライフォーとゲルドカイザー、まあ、こんな感じのちょうど3人とかって置いてあげればパスカット 10%、うん、っていうところが乗るという感じですかね。で、まあ、一番強力だなと思ったのがこの必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技1つ必ず封印するパターンですね。なのでこれを使って、ドリブルでサイドライン乗せながら駆け上がり続けることができるということですね。はい、でドリブル移動距離強化、ドリブル成功時の移動距離5倍ということなんで、これ非常に強力ですね。なのでサイドかなりえぐっていけるキャラクターなような印象です。オフェンス 10%、 チームスキ 60%、バフ20で見ていきましょう。スタミナが1115、ドリブルとパスに煙突した形で、数値見ていこうかなと。サイドラインマスター 30% 乗った場合ですけども、ドリブルが3457、パスも3万という感じになるんで、まあ、ドリブルパス、どっちでも読み勝てば抜けそうだなと思うぐらいの値は出てます。まあ、ただドリブル技 と、パス技、パス技はそこそこ威力高いですけど、ドリブル技とかだと415威力ぐらいしか確かなかったと思うんで、
まあ、若干火力負けする可能性はあるんですけど、まあ、必殺技封印とね合わせて非常に有効に使えそうな雰囲気はあるかなと思います。まあ、ただねドリコレなんですけど絆の値が 2% っていうところで、まあ、その辺ちょっとデッキに合わない人もちょっと多いかなというような感じですかね。まあ、あとはオランダちょうど3人とかっていうところもあったので、まあ、その辺も考えると若干やりにくい人いるんじゃないかなというような印象です。さて、それでは歴代の、ゲルトカイザーと比較してみましょう。まずドリブル、ドリブルに関しては、まあ、タックルキラー、こちらはね圧倒的に高いです。で、あとはマッチアップ勝利ボーナス3回というところですね。で、その次に来てるのが今回のサイドマスター 30% の、ドリコレの潜在、ゲルトカイザーという感じです。まあ、なので、まあ、結構特定の条件っていうところを除けば歴代のゲルドカイザーよりは一番高いというような感じですね。で、次パス見ていきましょう。ね、パスに関しては、まあ、ちょっと意外ですけどもリンク 25% と全力全開 10% が乗った初期のねゲルドカイザーですね、こちらが高くなってます。で、その次にサイドマスター 30% が来てるというとこです。まあ、ただね、パスもドリブルも見てもらってら、まあ、見ていただいたから分かる通り3万ずつ超えてくるぐらいの値は出てましたので、まあ、ドリブルパス両方迫れるようなキャラクターではあるんじゃないかなと思います。はい、というわけで一通り今回の新キャラ見ていきました。いかがですかね。まあ、クリスチャンセンとかは、まあ、数値的にはそんなに高くないからちょっとドリコレの方をね使いたくもなるんですけども、まあ、特技とかに関して言うと非常に強力だなというところがあるので、まあ、この辺も捨てがたいは捨てがたいですよね。ちょっと悩ましいところ。まあ、ただこのクリスチャンセンからはハイボーラーとかついてないですから、ドリコレハーストの組み合わせっていうのは多分悪いだろうなという感じです。まあ、逆に今回の新ハースとかであればこちらですね、シンハースとドリコレのクリスチャンセンとかっていう組み合わせはね全然ありなのかなというところですね。結局ハイボーラーで高浮きのシュートこいつ衝撃で打てれば非常に強力な値が出てるのでヘルナンデスとか気にせず抜いてくると思いますから、この辺は結構、まあ、ワンチャンありなのかなというような感じの感想です。はい、いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひいいねお願いします。それではまた。